コア日記第3回いよいよ始まりました。イエーイ。ホワイトスコーピオンとは、去年の12月7日に結成された秋元康さん総合プロデュースの11人組アイドルグループです。はい、はい、では早速自己紹介をしたいと思うんですけど、はい、じゃあ目あったニコさんから。あ、私から。はい、富山県出身19歳のニコです。今日はいっぱいご飯を食べてきたので頑張れそうです。頑張ります。よろしくお願いします。はい、アリュウです。24歳になりました。おめでとう。ちなみに今更なんですが、私のアリの由来は、お、何、あのアルバイト先から取りました。お願いします。アルバイト先からアリ。はい、お願いします。後でコラボにしてください。はい、ということで皆さんこんにちは、葵です。はい、今回 MC を務めます。私の名前の由来は青色が好きだからです。よろしくお願いします。あ、じゃあ私も言っとこうか。はい、私がニコって名前になったのはオーディションの時に3つ候補出してって言われてて、で確かカメラ、録音、ニコの どれかにしてたんだよ、確か。でそれで選ばれたのがたまたまニコで、今もニコって名前でやらせていただいてます。よろしくお願いします。その3つはたまたまじゃなくて必然よね。絶対ニコしかないよ。だってカメラちゃんですって言われたかもしれないんだよ。確かにそれそのまま採用だったんですよ。危なかったよ。面白い。はい、よろしくお願いします。はい、ショールームの最終ユーザーランキング上位3名の方には本日出演メンバーが撮影したチェキにサインを入れてプレゼント。エンディングで出演者が読み上げた順位を最終結果とします。はい、時間ギリギリでのギフティングは順位に反映されないかもしれないのでご了承ください。というわけで最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。かもしれないもんね。そうだよ、2個だよ。2個でよかったって言ってます。よかった。はい、ということでじゃあオープニングトーク。はい、はい、このね、あのホワイトスコーピオンファースピのホワホワ日記、私が発案したんですよ。実はそうなんですよ、タイトル名を葵さんが。ありがとうございます。採用おめでとうございます。まさか私のが採用されるとは。ね、そうだから配信見ててびっくりしたもん。うん、誰、私もなんかね、テレビをずっと見てて、誰になるんだろうなと思ってたら、まさか私。まさかだった。そう、まさかの、まさかの私でした。うん、ね、びっくりした。え、でもさ、なんか私はそれを葵さんが考えたと思ってなかった。うん、第1回目の初回に出させていただいていて、その時に私ここでね、あの生実況で見てたんだけど、誰だろうなって思って、夏かなとか思ってた。え、私は確かに。そう、だから意外だった。そう。でももうなんか定着した感じある、なんかね。ほわほわ、え、そう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 、ほわほわした番組にしていきましょう。はい、番組名に込めた思いは聞きたい。そうだな、なんかホワイトスコーピオンってなんか何、発音がさ可愛いじゃん。ホワピオンみたいな、なんかそれを使いたいなと思ったのが一つで、じゃあホワスピ、なんかほわほわ、まあなんかこういう企画とか番組を通してなんか日記みたいに思い出をいっぱい詰められたらいいなっていう思いでホワホワ日記にしたんだけど、まあでもね、題名がホワホワしてってさ、内容がさちょっと尖ったような面白い。それはそれで、そうだね、そうそう、ギャップがあって、だからそれもいいなって思って実現しました。素晴らしいです。そう、私候補3つぐらい出したのよ。え、見たことだよ、めっちゃ多かったよ。なんかさ、1人1個だと思ってたからさ、勝手に。そうそう、なんか、そう、決められなくて、なんかあの3つの中から一番いいやつ選んでくださいって言ったら、なんか3つとも出てて、でもあれ数数えたら、なんか人数1人足りなくないってなってたの。あ、足りない、わかんないけど、なんか少なくて私が3つ出てるから、だから、あれ、誰か提出してないのかなってなって、あれ、そんなことある。はい、迷宮入りです。うそ、そうだろ、わかんないけど、大丈夫かな。でもさ、アリちゃんのやつ、何にも入ってなかったですよ。1位に3位出てたと思うんだよ。何にも入ってなかったです。結構ちゃんと考えてみた。意外とね、ワードセンスいい人が多いからね、ここ確かに迷宮入りですね。迷宮入りです。なんて言ってる？
え、何出したのだって候補。あ、私なんだっけな。あ、なんか、うん、放課後。あ、放課後はここでしょみたいな。放課後はホワイトスコーピオンでみたいな。出してた。いろいろ出してた。誰提出出してないのって言われて、うん、違うのかな、私の間違いかな。なんかココとその時喋ってて、うんうんうん、なんか足りなくないみたいな、みたいな。なんか13個ぐらいあった気がする、多分。あ、そっか、兄が3個出して、そう出したから 10じゃん。うんうんうん。いや、でも、うん、でも兄ちゃん含め、ね、合ってるよね。合ってんのか、うん、そうだよ。で、13-3 で10でしょ。うん。で、兄ちゃんが11-1 で。あ、本当にごめんなさい。疑惑だけどよ。やばいやばいやばい。24歳になったばっかだから許します。はい、許しすいません。はい、本当だ、確かにそうだね。だってだってだってだよね。やばいやばい。計算できないと思う。じゃあ、はい、はい。まずはこんな企画いきたいと思います。はい、その名もホワホワ近況トーク。イエーイ。私たちの近況をお話ししたいと思います。はい。はい、じゃあまずは、うん、このグループの出来事とかについて話そうかな。おお、グループの出来事か、うん、最近変わったこととかかな、うん、あ、でもそれを言ってやっぱりさ、アリーのさ、お誕生日みんなでね、あ、そうだ、お祝いしたよね。みんなでお祝いできましたよ。ありがとうございます。アリーちゃんが確かさ、ブログで出してくれてたよね、そうそう、その写真を。そう、なんかね、誕生日が、まあ、一人一人あるじゃないですか、やっぱり、うん、で、もう結構後半の人間だったんだよね。だからさ、どん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 クオリティ上げなきゃって思ってさ、ね、でも本当にどうしようって思って、ね、で、しかもそれ毎回、実は私考えてて、うん、そうそうそう、ニコがね、メインでやってくれて、どうしようかなって思って、風船をいっぱい使おうって思ってうんうん、うん、もう風船120個ぐらい買って、ね、すごかったよね。そう、みんなでしかも膨らましたの、アリーちゃん以外のみんなで。そう、バレないようにさ、そうそう、膨らませなきゃいけないのにさ、バンバン割れてたバンバン割れてた、もう本当にキャーってなってたよ。みんななんか酸欠でさ、そう、本当にね、あ、もうクラクラするでさ、ハンナとかは、メンバーのハンナとかは膨らませないんだよ、うん、おえー、そうだよね、なんかね、全然できないから、うん、ハンナが3個膨らますのに対して、うん、葵さんとかも10個とか、うん、もうずっとすっごい肺活量使って、もう無理かも、みんなで頑張ってた、うん、ナビと葵がすごいよね、え、そう、もうひたすら、ね、あ、でもね、エースもすごい、確かに あそこはやっぱり肺活量あって、いっぱい手伝ってくれたよ、ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しかったし、なんかあのアーチみたいになってたよ、その風船がさ、そうあれもなんかちゃんと風船一個一個テープでひっつけて、うん、そうこうやってそうアーチにして、だからちょっとなんかちょっとでも触ったら、え、そう、触らないで、触らないで、触らないでみたいな、え、ごめんごめんみたいな、ハンナはね、誕生日プレゼントでなんかお寿司ありお寿司ね、そうそうそう、そう結構なね、缶、なんちゃって入ってたけどお寿司の詰め合わせみたいなやつをあげたんですよ、ハンナが。だけど、アリーちゃん何個食べたの、そのお寿司。多分何結構あったの、ね、10巻ぐらい、10巻以上あったよね、うん、2巻しか食べてないです。残りの8巻どこ行った、はい、みんなに食べました。そう、はい、メンバーでね、手分けして、そう、開けなんかまだ開けてないのにさ、持って帰ろうかなと思って、うんうん、ね、アリー寿司開けないのって。え、そうそう、アリーこれ食べていい、そう、え、食べないの、え、それ私食べたい。え、そう、アリーちゃんもあ、食べていいよって、ちょっともうボンボンボンなくなっちゃってね、なんか2、3巻の話かなと思ったら、もうほとんどなくて、あれ、そう、メインがね、そうそうそう、メインの人間が2巻しか食べれてないんですよ。まあでもね、楽しかったね、それ込みで。え、楽しかった、はい、ありがとうございました。本当に楽しかった、準備から楽しかった、ね、いや ね, ね、もう来月は、あ、そうですもんね、来月は2個と、ね、2個とアコが、そうだよ、そうですね、近いもんね、近い、私が23で、アコが31ね、近いよね、まあ楽しみにしてていいですか、期待しててください、よろしくお願いします、よろしくお願いします。もう涙流させますよ、ね、あー、楽しみだな、感動させます、はい、じゃあ次私いきましょうか、はい、私はあのね、この2日間土日、今週、先週っていうの、うんうん、先週の土日であのお仕事お休みいただいてて実は、うんうんうん、で、あ、これは帰省のタイミングだって思って、うんうん、お家帰って、しかもね、4月20日がパパの誕生日だったんですよ。 おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。
だったからどっか行こうってなって、うん、家族旅行で新潟の温泉に行きました。そう、温泉がね大好きで、うん、私がいない間にも今月4月だけでもう2回行ってるらしくて温泉旅行に、そうで、だからそれに私もようやく参加することができて、久しぶりに充実した土日を過ごせました、家族で。え、家族みんな温泉好きなの？大好き、サウナも大好きなの。へぇ、そう、整い家族だ。で、しかもね、聞いて、しかも富山から新潟、あ、違う、新潟から富山に帰ってくる運転は私がします。大丈夫なん？私、免許持ってます。いや、本当にすごいよね。そうだよ、免許持ってんだよ。え、結構でも心配なくな、ちょっとって思うじゃん、うん、え、めっちゃ上手だから、本当に企画で私はメンバー10人を乗せて旅に行きたいんです。いいですか？え、そう、ファミリーカーとかみんなで撮って私が運転したい。免許取りたいんだよな。うわ、事故ったことありません。事故ったことないよ、ゴールドだよ。すが、そう、新潟で、あ、カニも食べてきた。あ、見た。そう、カニが有名な温泉に泊まって、カニ食べ放題で、私しかもアレルギー持ちなんだよ、実は。甲殻類。そうだよね。そう、甲殻類がダメなんだけど、でもカニ大好きで、いっかって思って食べて、あ、かゆいってなって、めっちゃかゆいの、本当に。3本ぐらいで。かゆいかゆいってなりながら、でもカニ好きだしなーって思ってバクバク食べてた。いつもさ、そのなんかアレルギーって分かってるのに、うん、食べるよね。そう、もう、そう、あのね、挑戦したい。エビとかもさ、そう、エビもだ、だからエビチリとかもお弁当で当たるんだけど、うん、それも一応制御はしてる、うん、制御してるけど、うん、けど1個ぐらいならいっかって言って食べて、うんうん、この前も痒くなりながら練習したりしてました。ダメだよって言ってたけど、アレルギー。富山もさ、カニ有名なんだよ。だけどね、食べられない。いいな、食べたいな。え、本当に美味しいものいっぱいあるから食べてほしい。富山行きたい。ゴールドではないだろ。よくゴールドだよ。よくお分かりです。私は初心者マークのゴールド免許です。どういうこと？初心者マーク、どういうこと？どういうこと？そうなんですか？うん、うん、そうですよね。え、そうなんだ。なんか無免許、あ、それはダメだよ。無事故、無事故。それはアリー所長に、そう、ごめんなさい、逮捕です。それは無免許ダメだ。無事故、無事故。ゴールド免許の初心者とかないんだよ。そうそう、何年無事故とかですよね。え、あ、そうなんですね。じゃあゴールドじゃなかったのか、シルバーみたいな。シルバーは違うよ、マイルって。あ、普通の。うん、でも事故ったことありません。ありません。はい。フルフルだったけど、じゃあ次行きますか。次アリーちゃん。私、あ、そうか、私、うん、私は、そう、お誕生日になって、うん、あのお友達に祝っていただきまして、うん、あの、なんかお店で、なんか、うん、誕生日のなんかバースデープレートみたいな、あ、あるね、あるじゃないですか、あれで、なんか友達が本当に悩んだらしくて、あの名前の部分を、あ、ハッピーバースデーなんだけど、そう、本名にするのか、うんうんうん、アリーにするのか、うんうん、って言ってめっちゃ悩んで、うん、で悩んだ末にアリーにしたんですよね。ちゃんとローマ字で、あ、うんうん、はい、ALLY です。そしたらあの店員さんに、あの、ハーフの方ですかって言われて。珍しいもんね。そう、でもなんか嘘つけないなと思って、うん、いや、あのニックネームでって。ニックネームがある。しかもさ、そう、ローマ字でアリー、ニックネームなわけないやん。そう、それでめっちゃ二人で赤くなった顔が。え、でもハーフに見えるけどな、なんかハーフですって言われたら、あ、うん、ハーフなんだって思うよ。そう、でもカラコンとかは本当に、うん、なんか緑みたいな、うんうんうん、言ったら本当に見える。ね、顔綺麗だもん。ね、嬉しい。え、いいな。でも誕生日さ、やっぱ友達にお祝いしてもらえるって嬉しいよね。めっちゃ嬉しかった。何食べたの？なんかね、あの、めっちゃおしゃれな、うん、なんか、なんだっけ、イタリアンみたいな。イタリアン、美味しそう。おしゃれだな。おしゃれだね。さすが24歳。ね。さすが。他の友達は、うん、あのケーキをくれて、うんうんうん、そこはあのアーちゃんになってました。アーちゃん、まあ、逆に珍しいよね。珍しいよね。ハッピーバースデーアーちゃん。そうそう。おー、え、アーちゃんよりいる？いいな。あ、みんなタマとか、あのファイナリストのタマとか、アーちゃんって言ってる時あるから、アーちゃん、あ
ちゃん可愛いな。そうそうそう、ハーフっぽいって言われてるよ。でもえ、本当ですか？そうだよね、純、日本人です。そうですよね、あーちゃん可愛いだって。あーちゃん、なんかちょっとあーちゃんより定着してる。あーちゃんより増えちゃうんじゃない、これから。あーちゃん可愛い。あーちゃんぜひぜひ呼んでください。可愛いね、確かに。それが24歳だって、ね、ぜひぜひ。24歳なんかしたいことありますか？どうしましょうね。でもみんなの前ではさ、なんか言ってくれてたじゃん。言ってたね、なんかあの時ね。そう世界目指しますとか言ってた。なんかさ、ね、アコがさ、じゃあ24歳の抱負は、うん、言ったら世界目指します軽ーね。本当ですよ、これも。そうそうそう、でもその時はその時だからね。そうです、そうです、そう、本当。でもまあすごい、なんだろう、ガチで言うと、なんだろうね、全然しょうもない話だったら、うん、でもそろそろなんか髪を、髪あ、髪の毛ね、うん、髪の毛を一回だけハイトーンにしたいですよね。おー、絶対似合う。でもね、やってみてほしい。そう、やりたいんだけどね、ブリーチしちゃう、今年できるかって話でしたね。今年しちゃうんか。結構さ、髪ハイトーンしたい子って、そう、多い、結構いる、そうそうそう、ね、誰だ言ってる子。私もピンクブリーチして、まあ、ピンクしたいって言ってるし、チョコもそれこそピンクしたいって言ってる。そう、アニメのキャラでなんか好きなのがいるって言ってて、ね、あとナビもなんか赤いのかな。え、絶対似合う、絶対似合う、絶対似合う。私夏とかも金髪似合う。ああ、確かに。そう、でもさ、ハンナがさ金髪とかしたらやだ。似合うけど、うん、似合うけど、うん、ハンナはちょっとまだ黒髪でお願いします。ハンナは圧倒的に黒、はいはい、黒だね。絶対今の方がいいよ、うん、でもハンナのロング見てみたい。あ、確かに見てみたい。ずっとショートだからいいよね。あ、じゃあ私かな。はい、私は最近は一人カラオケに行ったんですけど。お、一人カラオ、フリータイムで4時間ぐらい一人でずっと歌ってました。すごいね、それ4時間。何を歌うの、なんかまず初めは、初めは、シンナリムさん。さあ初めからかっ飛ばしますね、それは、うん、東京事変さんとか、愛子さんとかも歌うし。いいな、愛子さん、いいね。そうだね、でもいろんなの歌います。アイドルさんも歌うし、邦楽とか歌うし、ディズニーとか歌うし、そうなんだね。そういろんなやつ歌うんだ。結構いろんなの歌う、でもさ、そんないっぱい歌ってたら声枯れない、うん、ね。枯れない枯れないの、強いね。強いんだね。いい喉知ってるよ。ずっと歌ってた。あ、みんな今日も期待してるって。期待してますよ。どうでしょうか ね。まずカラオケがあるかどうかもね。まあ、今日は分かんないからね、皆さんまだ。でも葵さんの声ってさ、本当にさ、透き通るからさ、聞きやすい。本当にいいよね。ありがとうございます。お箱は？お箱は、うん、東京事変さんの女の子は誰でも。みんな聞いてみてね。いいね、聞いてみます。シーナリンゴさんがお箱ってめっちゃよくない、うん、なんかかっこいい。難しい。難しい、そうそう、難しい。使えないよ。そうそう、難しい。さあ、カラオケ期待したいだって、うん、そう、癒しボイスだからさ、意外とだよね、本当に。シーナリーゴさんとか、確かに確かに、でも本当になんかストレス発散になる。ああ、そうだね、それいいね、確かに。なるほど、はい、ということ では以上、ふわふわ近況トークということで、はい、はい、次の企画に行きたいと思うんですけど、続いてこんなコーナーをやります。ふわふわカラオケ大会。ショールーム春の特別企画ということで、特別にスタジオでカラオケができるみたいです。嬉しいですね。だから頑張ろう。三週三様の歌です。お、かわさん、たま、ありがとうございます。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 ありがとう。緊張しますね。フラグ回収早いだった。そうだよね、最速早かったよね。回収していきますよ。ありがとう。じゃあ歌っていきますか。歌っていきますか。じゃあ誰から。せーの、はい、あー、デュエットさせていただこうと思います。この二人です。じゃあ移動しますね。移動したいと思います。やばい、もうカラカラする。でもめっちゃ盛り上げようや。
ます。はい。さあ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 。デュエットだね。そうだ。はい。何歌うんでしょうか。じゃあタイトルドキドキコールお願いします。いいんですか。はい。じゃあアリーとニコで。はい。ついた？いける。アリーとニコで君はロックを聴かないあいみょんさんです。お願いします。どうぞ。緊張する。ルルルルルルし寂しそうな君にこんな歌を聴かせよう。手を叩く合図、雑なサプライズ、僕なりの精一杯。ほこりまみれドーナツ版にはあの日の夢が踊る。真面目に針を落とす、息を止めすぎたぜ。さあ腰を下ろしてよ。ふつふつと鳴り出す青春の音、乾いたメロディーで踊ろうよ。君はロックなんか聞かないと思いながら、少しでも僕に近づいて欲しくて。ロックなんか聞かないと思うけれども、僕はこんな歌で、あんな歌で恋を乗り越えてきた。カラオケって本当に、ね、めっちゃいいよだって。そもそもカラオケが久しぶりでめっちゃ緊張した。ね、行かなかったもんね。そう、全然ね。誘われてるけど行ってないから。じゃあ次、葵さん。はい。あ、お、ちょっと、あ、じゃあこっちにこっちに戻りますか。戻りましょうね。はいはいはい。え、でも、めっちゃ本当に分かった。さ、リハーサルでさ、ちょこっと合わせただけだったからさ。大丈夫かなってけど。やばいね。よかったね。え、でも本当に良かった。上手だった。本当か？本当だよ。あ、アリーさんカラオケ久しぶり。久しぶりなんですよ。メンバーとも行かないよね、だって。行かないね、本当に。あれだね。あ、あ、あ、ありがとうございます。浦和紅宝、あ、よ、せーの。浦和紅宝石さん、くまパフェ、ありがとうございます。それでは、ね、緊張してきた。大丈夫ですよ。盛り上げて、ね、盛り上げます。はい、当たりましょうか。私、当たりましょうか。私知ってる曲です。いやー、ペンライト持たればよかった。いやペンライトいいね。ペンライト持たればよかった。緑色のペンライト持ってくればよかった。じゃあ、葵さんの葵さんのタイトルコールからいきましょうよ。はい、桃色クローバー Z さんでオレンジノート。駆け出した気持ち届くの、言葉は空に消えてゆくよ。カーテン越しの校舎の隅で踊る君を見つめてた。放課後にだけ君に会えるよ、僕と君だけの秘密。自分に正直でいてね、ノートの隅さりげない言葉、それだけで僕は頑張れる。誰でもない君だけだから迷わない。たった一度きりの今日という魔法
ち届くの言葉は空に消えてゆくよ。伝えたい、ただ伝えたい、君が好き、ただ伝えたい。みんなありがとうございます。さすがでございます。やっぱ緊張するよね。めっちゃ緊張する。でも本当に良かった。うん、いやー、張ったよー。すごい。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。温かいコメントが。ね、本当だよ。最高でした、だって。ね、ありがとう。かわちい声だった。ありがとう。やっぱ声がいいよね、葵さん、ね、本当に。本当に、ね、本当に好きとしてる。うん、本当また聞きたいよ。これさ、メンバーのいろんなさ好きな歌とか聴けるからいいよね。ね、いいよね。毎回やっていきたい、私は。私はやりたい。うわぁ。癒されるお声でした、だって。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは以上、ほわほわカラオケ大会でした。ありがとうございました。はい、続きましてこちら。お知らせのコーナー。私たちホワイトスコープからお知らせをさせていただきます。はい、はい、今月の7日にフィフスデジタルシングルサティスファクショングラフィティがリリースされました。さらにホワイトスコーピオンオフィシャル YouTube チャンネルにてミュージックビデオが公開中です。今回もめちゃくちゃかっこいい作品となっていますので、ぜひご視聴ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい、いい声量。お願いします。はい、そしてサティスファクショングラフィティのリリースイベントが追加となりました。はい、日程は5月3日金曜日祝日ですね、はい、三井アウトレットパーク横浜ベイサイド、はい、5月4日土曜日、5月5日日曜日は両日イオンモール武蔵村山、うん、そして5月11日土曜日が三井ショッピングパークララポート横浜で開催します。うわー、やったー。はい、そしてすべて観覧無料ですのでぜひ見に来てください。そして特典会もありますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。レッスン前の材料。続いてイベント情報です。4月27日にはオンラインお話し会が開催されます、はい、こちらはメンバーボイスコンテンツボリューム4の特典となっておりまして、シャープ4です、はい、シャープ4の特典となっておりまして、こちら申し込み期限はあさっての24日水曜日の夜23時59分までとなっております。私たちの個性あふれるボイスコンテンツを手に入れていただき、ぜひオンラインお話し会にご参加ください。タイムテーブル等は特設サイトをご確認ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだまだいっぱいありますよ。はい、5月25日の土曜日には東京都有明の TFT ホールにて初めてのソロレーン個別握手会が開催されます。今回の握手会も点が盛りだくさんになっています。個別握手会への参加はデジタルアイテムショップよりデジタルブロマイドボリューム3個別握手券付きをお買い求めください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして続いてはライブ情報です。お、4月26日金曜日は BLT ワンダーランドライブボル1出演決定です。今週ですね。そうですよ。はい、私間違えましたね、ごめんなさい。合ってる。はい、そちらのBLT ワンダーランドライブボル1の、オープニングアクトで出演が決定しました。はい、出演はアイライフさん、ジャムズコレクションさん、高根のなでしこさん、ババババンビさん、フルーツジッパーさん、そしてホワイトストーピューとなっております。豪華です、ね、超豪華。頑張ります。はい、最高のパフォーマンスをお届けするので、ぜひ会場までお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、5月6日月曜日の祝日に開催されます歌舞伎町アップゲート2024にホワイトスコーピオンの出演が決定しました。ホワ
ホワイトスコーピオンは5月の6日月曜日祝日に出演させていただきます、はい、チケットは絶賛発売中なので、はい、ぜひチェックをお願いいたします。東京新宿でお待ちしてます。お待ちしてます。はい、まだまだ行きますよ。はい、はいはい、6月20日に川崎クラブチッターで開催するジャパンアイドルスーパーライブ2024アットクラブチッタ公演初夏の大祭典編にホワイトスコーピオンの出演が決定しました。夏で夏が来ます。これ私たちからの初めてじゃないですか、ね、初めてです、ね、はい、公演チケットの詳細は後日発表となりますので、ウキウキワクワクしながらお待ちください。ドキドキソワソワですね、本当にワクワクですね。はい、はいはい、そして続いてはメディア情報です。毎週土曜日21時から放送中の東京 FM レギュラー番組日本直販プレゼンツホワイトスコーピオンのトリセツ、みんな聞いてくれてますか？聞いてるよ。何を聞いてるよ。次回の放送は4月27日土曜日21時からです。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてその後土曜日25時30分からはMBS ラジオでスタートした俺たちごちゃ混ぜ集まれヤンヤンに、ホワイトスコーピオンからモモがヤンヤンガールの16期生として出演しております。おー、素晴らしいですね。本当に頑張っております。こちらの番組はアイドル 3.0 プロジェクトのファイナリストからマリオも出演していますので、皆さんぜひチェックお願いします。毎週土曜日は21時から東京 FM さんで WS のトリセツ、そして25時30分からは MBS ラジオさんにて俺たちごちゃ混ぜ集まれヤンヤンでお楽しみください。ラジオだね。ラジオだね。土曜日は夜更かしでお願いします。お願いします。はい、さらにさらに来月からは CS 放送のダンスチャンネルにてホワイトスコーピオン待望の初冠番組ホワイトスコーピオンレベチがスタート。イエーイ。こちらは2月の23日30分からです。こちらの番組はスカパープレミアムサービス Amazon プライムビデオチャンネルでもご覧になれますので、私たちが一流のアイドルを目指す様子をお見逃しなく、はい、見逃しなく、はい、お知らせは以上となります。ありがとうございます。近づいてきてます ね、はい、ねもうすぐだね。はい、マリオの発音がマリオ、ま、マリオ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 アイドル 3.0 プロジェクトファイナリストマリオ。本人に確認しましょう。本人にね、はい、はい。では早速次の企画に行こうと思います。はい、題してホワホワ誕生日パーティ ー、 あー誰のだ誰のかな。せーの、アリー。イエーイ、私です。ありがとうございます。おめでとうございます。これも企画にしていただけるのかな。どうですか。そうだよ。あ、ニコさん、アリーさんもこちらへだって。あ、え、あ、ちょっと進行お願いします。じゃあそろしてあっち。ありがとうございました。はい、ちょっと待ってください。今日一日ありがとうございました。ドキリドキリ。あ、はい、あ、おー。大丈夫です。どうしたの？一人だけどうしたの？でもケーキあるから。あ、そうです。大丈夫です。これじゃ
あの固定でお願いします、ね、はい、文字と